ここからチャレンジオーディションアシスタントソミちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。このコーナーは全国のミュージシャンの皆さんから応募いただいた楽曲を音楽プロデューサー松隈健太さんのコメントとともに毎週3曲ずつ紹介していくコーナーです。紹介した楽曲は放送終了後から3日間番組 YouTube、Instagram、Twitter にて公開し、各 SNS のいいね数の合計が多かったアーティストをバトルの勝者としていくコーナーです。はい、先週から始まりましたけどね、はい、非常に盛り上がってます、はい、まずは第1回先週の結果を発表しますね。1回戦バトルシンガーの勝者は井上翔さんでした。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ということでね、井上翔くん、勝者の楽曲を聴いてみましょう。じゃあ、今週のバトルいきましょうね。はい、い、今週は2回戦バトルバンドマンです。はい、バトルバンドマン、はい、来ました来ました、うん、全国のバンド活動をしているグループの楽曲を紹介いたします。男女グループ、活動歴は問わずノンジャンルで OK。 レーベルプロデューサーでもある松隈さんの愛のあるダメ出しなどビシバシとコメントをお願いします。はい、ビシバシ言っちゃっていいんですね。はい、お願いします。わかりました。じゃあ聞かせてください。はい、それではまず1曲目です。ロッツです。松隈さんのツイートを読み、私が組んでいるオリジナルバンドの楽曲をぜひ松隈さんに見てほしくメールしました。このバンドは去年の春頃結成したアラフォーアラフィフバンド、ロッツです。昔バンドで活躍していたけれども、仕事や家庭の事情でバンドから離れ、ようやく活動再開できるメンバーでバンドを組みましたということです。なんかあれね、いいね、再結成したってことでしょ。うん、そうですね。まあ、ベテランというか、はい、アラフィフバンド、うん、やっていかせてもらいましょう。はい、それではロッツでリスタート。まとまんね頭の中で、大事なこと抜けてる、口を見てたってしょうがないくらい部屋の壁を潰し飛び立つ妄想。いざリスタートゲットアップ、創作こうなったじゃね、全てを忘れたいけど、Wake up, oh, oh, 笑い飛ばせ、過去も何もかもがリスタートで、全てがぶっ飛ぶ、ぶっ飛ぶ、リスタート。古き良きのアニソンみたいだね。ああ、そうですね、ちょっと懐かしい感じが。懐かしい。熱い感じのね、ジャンプ系のあのセイントセイヤとか始まりそうな感じだね。始まりそうですね。はい、いいじゃないですか。なんかいいね、この青春な感じするね。ロックで熱いですね。
ボーカルキッタさん、ギターがヌギさん、ベースはチットさん、ドラムは N さん、ね、だから全てのねアレンジとかフレーズがね、うん、80年代のハードロックとか昔あのアニソンもね結構こういう熱い感じ、まあ今もそうですけどね、うん、鬼滅もそうやけど、うんうんうん、ロックが多かったんですよ、うん、で大げさにねうわーってこう叫ぶようなね、うんうん、王道な、まあ別にアニソンっぽく作ったわけではないと思うんですけどね、うん、すごく社会人バンドなのでみんな忙しく、うん、まだ1曲しかレコーディングないですしてないんですけど、今後他の曲もレコーディングする予定ですって書いてありますからね、はい、ぜひ他の曲も聴かせてもらいたいですね。そうですね、うん、まあアドバイスするとちょっとこれコンプとか書かれてない届いた音そのまんまですね、うん、なんかそのどうやってミックスしてるのかわからんけど若干コンプの使い方が雑いというか、うん、かけすぎちゃってる割には歪んでるとこもあるのね、うん、だからなんかちょっとその辺がもったいなかったかなと思いますね。多分自分たちでやってんだと思うけどもうちょっとねミックスも勉強すると良くなるかなと、はいはい、思いました。はい、ありがとうございます。それでは続いて2曲目です。熱帯魚とモノクロームです。2021年結成、福岡発男女スリーピースバンド、カホ、ユノスケ、空気、タレ号ではお世話になりました、よろしくお願いします。この曲です。うん、熱帯魚とモノクロームはね、はい、夏の、オーディション出てくれましたし ね、ライブハウスでね僕一緒に飲んだこともありますよ。うん、さあそれでは聞いてみましょう。熱帯魚とモノクロームで忘れなぐさ。難しいというか、うん、あ90年代にね、あなるほど、あなんかこの不思議な世界観のね、なんていうのね、まあ、少なくとも2021年結成の若いバンドとは思えないというか、あのね、すごいいいんやけど、俺がサウンドプロデューサー的にアドバイスするとね、うん、この曲隙間がないよ。あ、歌が続いてる。そう、音符がずっとさ、うん、一定なわけ。皆さんはじめまして、こんにちは、私の名前は松隈健太でございます。私は福岡県久留米市出身で、高校は久留米高専で、なんちゃらかんちゃらできた。つまんない、はい、会話がつまんなくなってるでしょ、うん、一定になると。それでも皆さんこんにちは、松隈健太です、うん、って言われた方が引き込める、うん、それと一緒で
なんかわざとサビがね、盛り上がらないサビにしてると思うんですよ、うん、それはすごくいいと思う。このなんか雰囲気があっていいサビだと思うんで、やっぱそのサビの手前の B メロと言われる部分だったり、まあ、ブリッジっていうんだけど、うん、そこもっとスカスカにしたような音符にするとか、もっと伸ばす、あそれでも年中無休で息をしてるいられたのだ、あにゃ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 で、その音符を分けた方が作曲家としてはね、うん、プロのメロディーになるかなと思いますね。惜しいな、彼女たちこの曲ねプロデュースして、おーすごいいじりたくなった、うん、癖になるよね熱帯魚と。そうなんですよ ね、なんか気になる存在ですね。気になるよ、なんかねこのカホちゃんのね、うん、気だるいというかね、うん、なんかちょっと椎名林檎にも通じるような、あの、うん、ぶつくさいうふてくされた感じの歌い方がねすごいいいですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあそれでは3曲目メラーキです。ご紹介します。福岡発本格派ロックバンド、まだ結成したてですが最高の音楽シーンを約束します。この曲です。はい、はい、この音楽シーンを約束するってすごいね。かっこいいですね。シーンですからね。シーンを作るっていうことを約束してるわけだからね、うん、素晴らしいね、はい、はい、じゃあ聞かせてください。はい、それではメラーキでラッドウォメタルなギターソロですね、うん、面白い、かっこいいですね。若いんでしょこれは。そうですね、彼らすごい若いと思います。雰囲気的には、はい、もう情報はこれしか来てないわけ。そうですね、福岡発本格派ロックバンド結成したてですが、なんか写真見る限りね、まだ20代だと思うんですけど、うんうんうん、若いですね。おじんくさいギターを弾くなと思っていい意味で、もうこれはおじさんですよこのギターはボーカルゆうとくん、ギター直樹くん、ベースこうくん、ドラムしんのすけくん、メラーキね。いやーまだまだこんなバンドがたくさんいるんですね、福岡にもね。なんかたまたまか知らんけどハードロックな感じが多いですね。そうですね、今回その1曲目から、いいじゃないですか。多分スタジオかライブハウスでね、これそうですね、ライブ音源を出してくれてますね。一発撮りでやってるんだと思うんですけどね、はい、面白い、はい、一番思ったのはドラムがうまいですね、しんのすけくんかな、うん、ちょっとベースもねおそらく上手だと思います。まあみんなうまいね、うん、クオリティが高いと思います。本当にあとはだからやっぱり、ライブはこれでいいとして、なんかやっぱ若いんだから、例えば打ち込みが入っとるとか、やっぱこういうベテランになればなるほど、さっきのロッツみたいなね、うん、アラフィフのバンドはもう30年40年こういう音楽やってる人いますから、うん、あそれに勝てないよねやっぱね、うん、確かにこのジャンルで行こうとしたら、うん、
だったらその若いからここに何か歌詞とかね、うん、歌詞とか歌詞だけなんかもう超今風みたいな、まあ、ちょっと違う要素を入れるというか、そう、うん、エジソンがどうたらこうたらみたいな、発明してみたいな感じとか、なんかこう違いが出るといいなと思いますね、うん、音でもいいし、なるほど、はい、面白いです、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。さあ、それでは3曲聴いていただきましたが、松本さんいかがでしたでしょうか。あのね、3曲ともですね、やっぱ今風やなと思ったのが、喋、うん、ってる間にもう曲が終わってしまいますね。あ、長さがですね、ワンコーラスなからってこと違うよね。いや、普通にだからその指定はなく送ってきてもらってるので、今回みんなフル尺やろですね、もらってるのは。でもなんかそう、ワンコーラスだったっけなってなんか聞き終わってから思うぐらい、うん、いや、多分ライブ音源とかやから。そうなんですよね、普通に、普通にダウンの尺ですよね。いやー、なんか今風やね、やっぱ曲と短くなってるんだよね。うん、なんかそう、曲が終わる前に喋り終わりたいなと思いよったけど、気づいたら曲が終わってしまうっていうね。ちょっとなんか時代を感じるので勉強になりました。はい、はい、ありがとうございます。それではこの後、放送終了後22時から日曜日の22時までチャレンジオーディション公式の YouTube、Instagram、Twitter にて3曲を公開します。各 SNS のいいね数の合計が多かったアーティストを今週のバトル勝者となりますので、気に入ったアーティストの楽曲にいいねで投票していただき、さらに拡散の方もよろしくお願いいたします。またこのコーナーの収録の模様を YouTube で明日22時から公開予定ですので、そちらもぜひご覧ください。はい、はい、ありがとうございます。楽曲の方もまだまだ募集中です。はい、詳しくはクロス FM の番組公式ブログ、そしてチャレゴ公式 SNS ね、そしてチャレゴ YouTube をご覧ください。以上、チャレゴーと午後でした。とめちゃん、ありがとう。ありがとうございました。アドバイスをもらえる。ラジオにも流れるので一般の人にも広がる。さあ、君も新たなチャレンジへ、 Go! 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 シーズン1の締め切りは11月30日まで。